はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日は、リングからね1本、ネクロを使ったバットスラップ、これをね見てもらいたいんですけども、まあね、なんて言うんでしょうね、すっごいうまいの一言ですね。大五郎さん、こちらの方が攻めてくれた動画になるんですけども、相手のね村はタウンホール12の、カンストですね。でこれに対して、バットスラップで攻めているんですが、このね、バットスラップをやる中での発想ですよね、これがいろいろ深くって、ぜひね、見てもらいたい要素たくさんあったんで、もうね、迷わずこれは動画に、させてもらいました。で、最初ね、見てもらって分かる通り、ジャイヒーやってますよね。このね、ジャイヒー、なんでジャイヒーかっていうと、クイーンにヒーラーをつけた場合っていうのは、結構、そのクイーンの、ヒーラーによる回復量っていうのは補正を受けるんですよね。要するに、ヒーラーの回復量が 100% ヒーローに対しては発揮されないわけですよ。で、そうになってしまうと今の火力集中帯で、クイーンにレイジもしくはクロークを使わされちゃうというケースを想定して、大五郎さん、まずここは、ジャイにヒーラーをかけて、ヒーラーの回復量を 100% 発揮しながら、後ろからクイーンをつけていくという格好を取りましたね。で、ちょっとね、ここは多分考えてると思うんですけども、クイーンが、ジャイとこう別方向に歩いていた時にちゃんとヒーラーがクイーンにスイッチしましたね。これはクイーンがダメージを受けた瞬間にジャイよりも、コストが高いんでね、それをきっちりと、ヒーラーが感知してクイーン側にスイッチするっていうね、この、ヒーラーの回復システムっていうのをよく、理解したね、そうなんていうかな、スイッチングだったというふうに思いますね。非常にお見事なんですが、ここからもさらにすごいんですよ。これ今見てもらって、その中心部にねネクロがいっぱいいるっていうことに気づきますかね。ほぼほぼネクロがやられてないですよね。で当然バットスラップってネクロをどんだけ活かすかっていうのが非常に重要になってくるんですけども、このね、活かせる理由っていうのをちょっとこの後もう一回、振り返ってみたいというふうに思います。で今、コウモリを出しましたね。1時方面からコウモリを展開してぐるっと、これは反時計回りに回して、12時、11時、10時とぐるっと今回ってきてますね。でもうこうなってくるともうコウモリを壊せる、範囲攻撃の施設が1個もないので、これはコウモリの無双状態ですね。綺麗に最後テスラまで届いて、あとはこのままお掃除をして全開と、いうところですね。ネクロとこのコウモリの数やばくないですか。これちょっとね、さすがにこのバットスラップの綺麗な決まり方具合にはカンスト相手、多少配置甘いっちゃ甘いと思うんですよ。にしてもですよね、すごかったと思います。というところでね、ちょっと一旦少しね、今回は動画を流しながらところどころ止めてね、ポイントポイントを押さえていきたいというふうに思います。でまずはここですね、序盤の入り、ジャイヒーですよね。ジャイからヒーラーをつけて、結構ね、火力が集中しているところなんですけども、ジャイの体力がほぼ減らない状態ですね、を作っています。で、ここね、対空砲じゃないわ、ごめんなさい、迫撃砲がこう2個あるじゃないですか。2個あるので、この迫撃砲にね、クイーンがたげられた瞬間にこのヒーラーっていうのはクイーンにこうスイッチする、ここのところはもうしっかり分かってましたよね。なんでどちらに、クイーンが流れて、どちらにジャイが流れてって割れたとしても、これは問題なくね、最終的にはクイーンにスイッチするというところが見えてたというふうに思いますね。でここ、バスターでしっかり3時方面から突っ込んできて、で、2時方面かな、ここのところですね、この辺りの周辺っていうのを、ライトラでこうカットをしていきますね、全部で、その後バスターで開けた穴にこうネクロを入れていくんですけども、まだ出さないんですよ。わかります？ここのためがね、これ非常に重要なんです。なんでかっていうと、ちょっとねここ一回止めますね。どう言ったらいいかな、これまずバスターが割れて中からこうアイゴレとかがここ出てきてますよね。でこいつらにターゲットがこう全部集まっている状態になってます。なので当然盾役のユニットがね、バースターの中に入ってるんで、これは理想的な形ですよね。でさらにヒーラーの位置がここ、クイーンの位置がここですよね。で、この2つの、位置関係とネクロのこの位置関係見てください。要するにこのネクロたちがこのヒーラーを追い越してこう中に入っていく、そういうルートを作ってるんですよね。でそうすることによってですよ、ネクロが大量にいっぺんに中に入れば、当然ヒーラーは自分の回復範囲に
ネクロがいてダメージを受けた瞬間にそっちに回復が移りますから、ネクロをたげるっていうね構図がこう綺麗に出来上がってるわけですよね。さあここから見ていきましょう。ネクロが綺麗にこう中に入っていきますよね。中に中に入っていってヒーラーを追い越すように、ネクロが入っていくので、こういうところ、トルネードトラップで、ダメージを受けても、ネクロが全然、体力を残したまま中央部に向かっていってるのが分かりますね。あ、ごめんなさい。で、さらに、今みたいにね、ネクロマンサーにしばらく歩かせてから中に入れるっていうその時間差を作ることによって、スケルトンですよね、ネクロに対するスケルトンのその発生っていうのを促してるんですよ。スケルトンが大量に今ねネクロマンサーを、引っ張るように先導してこうね、中に入っていたのが分かりますよね。今でもそのスケルトンがなかなか全部やられずにこう生き残ってね、ネクロマンサー本体のこう盾になってくれてますね。でこのやっぱりね、ネクロを追い越す、ちゃうわ、ごめんなさい、ヒーラーを追い越すネクロマンサーの動き、これをね作り出すっていうことがやっぱりこのネクロをね生かす上ですっごい重要な、テクニックになってくるっていうのがもうこの動画を見てるとよくわかりますよね。で最終的には見てください、これもうコウモリとネクロのこの数、これだけ残してあとはもう踏みにじるかのようにねこの配置をわーっとこう回っていくわけですよね。もうこれは圧巻ですよ。まあ見てるね味方はいいんですけど、やられた相手はこれ結構ダメージくるでしょうね。ここまでなんか圧倒的な全開やられちゃうとね、さすがにこれはまあ私は爽快でしたけどね。というところです。どうですかね皆さん、このネクロのその入りのところ分かりましたかね。あそこがこの攻めの一番、重要なポイントです。要は、一つねこの中の攻めには見習うべきポイントがあって、一つはジャイヒーで、クイーンのダメージっていうのを、軽減するっていう、小技ですね。で、それは最悪なくてもその後のヒーラーを追い越すようなネクロマンサーの動き、バスターを先行させてヒーラーを追い越すネクロマンサーのこの動きを作り出すっていうね、ところがやっぱりこのね、圧倒的なネクロの生き残り方を生んだ非常にね、重要なポイントになってきますんで、もう私も結構やっちゃうんですけどね、サイドカットをしっかりやった上でネクロを貯めてから出す、アーチャークイーンの後ろからこう入れていくっていうね、ぜひこの点今回のダイゴロさんのね攻め方参考にして、ものすごいその圧倒的なね、バットスラップの全開皆さん取ってもらえたらというふうに思いますので、ぜひぜひご参考いただけたら嬉しいです。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。でもよろしければね、ぜひ関西クラクラクラブにも、気軽に遊びに来ていただけたらなというふうに思いますので、お待ちしております。はい、というところで本日は失礼いたします。バイバイ。